というわけで歌姫をストーキングしていきたいと思うでござるよ。ストーカー倒してストーキングするってどうなんだろう。ね、もうこの男マシューさんね、もうかれこれストーカーとかね、もう、ま、何の躊躇もなくなってきて、ね、本当にね。あ、どうもトークです。黒井です。キリンです。もっといい声で。はい、いない。で、そろそろ時間なはずなんだけど、あれ、そうじゃね。お、そうかな。あれ、そうじゃない。めっちゃ壁すり抜けてて話できそうな雰囲気じゃなかった。おい、早い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 。どっち行った？車、早いや。あ、あれだ、あれだ、あれだ。早い。ちょっと待って、早い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 って。よし、2周目。2周目。2周目。早く来いよ。早く来いよ。早く来いよ。あ、来た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 。早い早い早い、お前早い。え、ふざけんなよ。え、疲れると次の守備コテに響くから休ませてもらえるかしら。嫌です。よし、車に乗って追跡準備だ。いや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 、お姉ちゃんお姉ちゃん、嫌だ。いや、ちょっとお姉ちゃん、ちょっとほら、人の命がかかってんねんで。ダメだ、あいつ逃げる気満々だ。人が死んでんねんで。本当だよ。お、来た来た来た。でかっ。いい車乗ってんな。早い早い。あ、ちょ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 、お願い、待って待って待って、あの直角カーブが直角に曲がんでやめて。超怖い超怖い、こいつの運転超怖い。ああ、直角に曲がった。追いつける、前で追いつける。あ、いた、ここかい。近っ。ご自宅ですか、ご自宅ですか。アパート、廃墟。アパートって言わなくね。それアパートって言わないぜ、多分マッシュ。それアパートちゃん、ただのボロや。アパートの名前が廃墟になっちゃう。アパート、はい、やだよそんな。メゾンでなんとかみたいな。絶対住みたくねえ。家賃ただただでも嫌だな、ちょっと暗っ、暗い。え、あ、これか、見えねえよ。真っ暗すぎ。暗。は、暗、暗、暗すぎ。何も見えない。やばい、ほんと見えない。あ、お、あったあったあった。暗いってこれ。見えねえ。はあ、ここ、ここかな。返事がない。屍のようだ。ありましたよ、お決まりの木箱。木箱。どうせこれ、これでなんかまた覗くんでしょ、人の部屋を。そうだね。どこだ、覗くポイント的なところはここかな。あ、はいはい、このこっからこっからあれなのね。なんか見えてるし、なんか見えてるし、人が見えたし今。よいしょ。ダメだ、このポイントじゃダメだ、微妙にずれてる。今日鼻の調子よくないね。うん、よいしょ、よいセット、よし。いや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 、マシュハン、マシュハンお願いしますわ。
日が打つの。あ、ちょちょ、あ、ちょっと、お願いします、マシュハン。マシュハン出たじゃないですか。お願いしますよ。よし。いや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 。いや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 、上がれるだろ、向こうに見えてんだろ人、お前覗くのはどっか別の場所みたいだ。おじさん、おじさん起きてますか、マッシュか。おじさんこんな夜景どうした。ごめん、まあいい。おじさん、イザベラを知ってる？イザベラ知らんよ。このアパートで住んでると思うんだけど、廃墟にか、ここに住んでるやつなんて。あ、あの綺麗な姉ちゃんか、やっぱりここに。一番奥の部屋に入るのを見かけたことある。住んでるんじゃないのか、どうかな。お、なんか誤解されてるぞ。誤解されてる。あの姉ちゃんやめた方がいい。なんで？あそこの危なそうなやつが。危なそうなやつ。背がでかくて目つきが悪いやつかな。コブみたいなの連れてんだよ。あの姉さん、ろくでもね。誰だろう、誰だろう。俺眠いんだけど、ごめん。明日にしてくんね。おじさん、ピザ食ってんのかよ。あれ、ウルフさんじゃないですか。ウルフさんだ。あ、さっきのところも入っちゃった。やっぱ隣の部屋から。でもあそこにいるような人。うん。鼻がちょっと。おじさん今日調子悪いな。おじさんが突っ立ってくるのが見える。こっちか。よいしょ。こっちなんだろうけど、どこ見合いのこれ。どこにも。ちょっと今なんかマーク出てる、マーク出てる。あ、今までの何だったの。今までの何だったの。出なかったじゃんこんなスナクシー。イザベラ、ん、え、お、こいつ知ってるか。ええ、部屋を覗いてたと。どっかに捨ててくるか。そんなことはやめて。まあいいけどな、俺じゃなくてウルフに見つかったらやばかったで。めっちゃ見つかってたけどな。うん。